乗り込むぞ。お前が取り入れようとした桃太郎か。かかれ。ここは通さぬ。はあ。桃太郎が今渡ってきたぞ。見ども、桃太郎が成敗してくれる。はあ。しゃくな、この大王自らが相手をしてくれる。おりゃおりゃ。ははは、口ほどにもない。敵は手強い。よし、こうなったら合体だ。え、シャクラ、行くぞ。はぁ、大王がやられた。勝てっこない。桃太郎さん、我らは改心し黄泉の国へ帰ります。奴隷は解放します。大砲も差し上げます。それでどうかお許しください。よし、わかった。桃太郎さん、ありがとう。お、そこに春が訪れた。よくぞ鬼を征伐してくれた。さあ、祝宴をしましょう。我らの村の自慢の酒を飲んでくれ。三人とも手伝ってくれてありがとう。これは君たちの分だよ。持ってお帰り。宝はここに積んでいきます。ありがたや。ではここに寺を建てましょう。おばあさん、帰りました。桃太郎、よくぞ無事で。ありがたや、ありがたや。桃太郎たちの活躍により、村々には平和の日々が訪れました。桃太郎はおじいさん、おばあさんに抱擁を尽くし、二人が安らかに天寿を全うすると、近くの山に姿を消しました。山がまるで桃のようになった。きっと桃太郎さんは神様の生まれ変わりだったに違いない。ここに矢城を作ってお祭りしよう。この社が後に移設され、桃太郎神社になりました。桃太郎を祭り、神主の祭る神社は日本でこの犬山桃太郎神社だけだと言われています。おしまい。